はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。ミケたんがおっきしてね。えー、ベロベロ舐めてます。まあ、ちょっと、あんた舐めすぎですよ、舐めすぎ。これ、ね、毛が、ほら、ね、こんなになっちゃってるでしょう。ねねはい、えー、おばばの手をもう舐めてます。は <laughs> い、いや、ねもう、かわいいんでしょうよね。はい、どうも、皆さん、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。 えーとですね。まあ、いくつかね、記事があって3つほど皆さんにご紹介したいと思っております。これが。まあ、なんていうのかな。本当に、はい。えー、本当に、えー、まあ、日本ですね。今、米不足になっちゃってて、まあ、い新米出てきたんですけど、 新米出てきましたね。えー、まあ、米不足は解消されると思います。これでね。ただし、価格は高いままでございます。はい。価格は高いままなんですね。はい。えー、これね、あの、アウト政府さんの方針でございます。 はい。出てきました。えー、価格はね、まあとりあえず、はい。えー、安く、するのもね、ということで、えー、備蓄米はね、どうあっても放出しませんよ、っていうことが書かれております。で、面白いことに、日本ってお米自給率100%なんですよ。はい。えー、自給率100%でございます。お米がね。それなのになぜ米不足になっていたんでしょうか。はい。供給に混乱があったからです。 はい、供給に混乱があったからです。え最初の方ですね、これ皆さんあの何回か私言ってるんでわかると思うんですけど、最初の方お米がね、ふんだんに、 え、まあ、スーパーにありましたよね。で、賞味期限過ぎたお米って、えー、何度も言ってるんですけど、破棄されてました。はい、破棄でございます。だからね、破棄防止のために備蓄していた人は賢いですね。はい、破棄防止でございます。えー、賞味期限過ぎちゃってね、精米してから1ヶ月以上経っちゃうと、えー、まあ、賞味期限過ぎちゃうんですよ。まあ、賞味期限過ぎてもね、まあ、 全然大丈夫なんですけど、えー、なぜかあ、スーパーはね、豚屋さんに返してね、えー、豚屋さんにね、返品してたんですよ。で、豚屋さんの方では何をしてたかっていうと、破棄してたんですね。破棄でございます。えー、でもまあ最近はね、お米不足で、えー、いわゆるね、えー、家畜の飼料とかね、あと、まあ、あなんて言うのかな、あー、 いわゆるフードバンクですね。そういったところに寄付したりとか破棄するよりマシだろうっていうことでね。でもね、この破棄っていう行為ですね。お米を破棄しちゃうっていう行為が、もうかなり長いこと行われてきたんですよ。はい。なんで、えー、まあ、私ね、この、えー、備蓄してくださいっていうことよまあ言ってましたけど、言ってましたよね。えー、破棄防止になっていたということですね。備蓄してた人は。はい。 えー、まあ、こうやってね、無駄を減らしていくっていうことが本来はいいことなんですよ。で、店頭に出すにしてもね、まあ、わかりますよね。破棄するほど仕入れちゃいけないってことなんですよ。はい。破棄が出るほど仕入れてはいけませんよっていうことなんですけど、今まではやたらめったらね、こういったあ計画性なく、 はい。計画性なくね、仕入れていたんで、まあ、破棄もいっぱい生じててね、無駄がいっぱい出てしまいましたっていう反省が書いてあります。はい。なんで、えー、ちなみにね、今後の、食料計画ですね、えー、毎年10万トンずつ、米の生産を減らしていくそうです。はい。毎年10万トンずつ、米の生産を減らしていくそうです。えー、なぜなら、 まあね、えこ、ー、う、少子高齢化が進んで、高齢者どんどん4してるんでね、はい。その分減らして、食い縁が減った分減らしていこうねっていうことなんですよ。でもね、あのー、ぬっぽんってお米以外ですね、まあ野菜は別ですけど、まあでも野菜も一部分輸入してますからね、外食産業なんかはね、ほぼほぼ輸入の野菜ですから。はい。えーそういったね、 日本の、まあ、食料のね、いわゆる、まあ、軍の G 的なね、食料でございますね。こちらが、まあ、よろしくないよねってことなんですよ。はい。まあ、一応、米だけはね、お米だけは、まあ100、100%になっております。はい。お米だけは100%なんですけど、自給率がね、 そのお米でさえ、こうやって計画性がなくね、こう供給しているもんだから、破棄が増えてね、えー、今年の最後にはこういう,う、今年って言ったらいいんですけど、まあ、あなんていうのかな、お米のね、えー、ちょうど不足する時期に供給ができなくなってしまいましたよということなんですね。でもって、 でもってね、まあ、ここに来てね、えー、まあ、なんて言うのかな。あ、お米はまあ価格高くなったからいいんだけど、まあ、麦ね、麦なんだけど、今後ね、麦の買い取り価格ね、安くしていくよということで、はい、お分かりになりますでしょうかね。この、アウト政府がやってる具作が。はい、主食をね、えー、まあ、本当に、 あの、なんていうのかな。我々食べている主食ですね。えー、米とか麦とかね。はい。そういったものがね、えー、このままでは本当にどんどん危ういことになってきますよということです。危ういんですよ、本当に。お分かりになりますでもね、食料、まあ、いわゆるお米の自給率100%って言ってても、肥料ですね。 肥料は海外から買ってるんですよ。はい。肥料とかね、わかりますよね。脳の薬とかね、海外から購入しております。なので、これのね、自給率、これを計算に入れてしまったら100、100%はもちろんありません。おわかりになりますよね。だって肥料を海外から買ってるんですから、 あこの肥料がなかったらね、やっぱり稲もね、えー、生産が、まあ、ちょっと落ちるんですよ。なんで、この分ですね、肥料分を引くと100%ないですね。はい。 えこういうことをやってるんですね。まあ、選ぶ人を間違えるととんでもないことになりますよということなんですね。はい。まあ、それでもってね、日本っていうのは敗戦国なので、はい、えー、言っちゃいますとね、敗戦国なので、えー、どっかのね、どっかのね、国の言うことをね、はい、はいって聞かないととんでもないことになっちゃうわけですよ。はい。 えー、わかりますよねこの兼ね合いが。<laughs> はい。この兼ね合いなんでしょうねきっと。えー、まあ、本当にね、あのー、ここら辺のことを考えられない人ですね。ここら辺のことを考えられないと、まあ、なんていうのかな。いつまで経っても良くはなりません。ということでございます。 はい。いつまで経ってもよくないんですよ。本当ね、あの、お米自給率100%なんですけど、でも肥料は海外から買ってるんで、その分さっぴくとね、100%ありません。はい。で、今回のように、計画供給じゃないんですけどね、えー、まあ、無駄なお米の使い方をしてきたがために、はい。えー、お米で困ることになりましたよということなんですね。 もう笑い話でしょこの日本。ねまあ、頭のいい人いっぱいいるはずなのに、なんでこういうところは適当なんでしょうね。はい。どうしてこんなところは適当なんでしょうか一番大事な食料ですよ。一番大事な食料ね。で、えー、こんなことをやってるわけですよ。散々無駄を出し、出しておいて、 お米を廃棄しといてね。で、こういうふうになるわけですよ。新米が入ってくる直前は。ああ、まあほんと考えてほしいですね。でもまあ、アウトセーフの方は、あまあ、たいくら高くてもね、まあ米の値段高くてもいいでしょうと。はい、えー。備蓄米は出しませんよと、アウトセーフは言っております。はい。なんか他の用途があるんでしょうね。きっと、備蓄米にはね。 はい、皆さん、お察しください。何かの用途があるんじゃないかと思ってますよ。だからね、意地でも出さないでしょうね。はい。まあ、そういうわけでございます。<laughs> まあ、笑い事じゃないんですけどね。まあ、本当、お米で困ってらっしゃる方もいるんで、ねえ、わかりますよね。まあ、 なんていうのかなこれから本当に無駄を出しちゃいけないと思いますよ。はい。業者さんたちもね。はい。えー、破棄するようなことはやめましょうね。ということですね。はい。えー、それからですね。まあ、都市部。都市部で今大変なことが起こってます。食料に関係することです。えー、都市部、大阪、東京、神奈川ですね。 えー、こ、こちらですね。割と都市部ですよね。でも田舎もあるっちゃあるんですよ。ね、東京とかね、神奈川とかね。大阪。田舎の方は田舎ですからね。えー、本当に山の中みたいなのもあるんで、東京といえどね。ここの高齢者が大変なことになってます。はい。買い物難民でございます。はい。 買い物難民ですね、えー。今ね、割と、なんていうのかな、価格とかがすごい高くなっちゃってますよね。いろんなものがね。まあ、今月もね、1000以上値上げされて、来月も3000です。値上げが。でね、高齢者が、スーパー行ってもね、えー、高くてね、本当に必要最低限のものしか買わなくなっちゃってるんですよ。で、何が起こっているか。はい。 こうした都市部のちょっと田舎のね、スーパーがどんどん撤退しております。はい。足がないんで、高齢者ね。はい。足がない方が、あ、たくさんいらっしゃるんで、足がないって本当に足がないわけじゃないですよ。つまり移動手段がないということです。はい。移動手段がないね、高齢者がたくさんいるんで、買い物難民になっているということです。買えないとものが。 近くにスーパーとかドラッグストアがあったんだけど、撤退しちゃったよっていうことですね。これが都市部であればあるほど結構顕著になってるみたいです。はい。まあ、大変ですね。えー、近所に歩いて、歩いていける近所にね、スーパーがない。まあ、都市部のお年寄りはね、 都市部のお年寄りは、まあ、なんていうのかな。えー、車がね、車がない方多いですからね。地方だったら、まあね、皆さん車を持ってらっしゃるんですけどね。まあ、なんていうのかな。地方のお年寄りはね、車がないと生活できないんで、えー、まあ、 車は必需品ですよね。まあ地方はね。でも都市部ってね、車なくても生活できちゃってたんですよ。今までは。はい。こういった大都市のね、ちょっと田舎、スーパーとかあったんで、ドラッグストアとかね。それがどん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 ね、まあ景気が悪いっていうのもあると思いますよ。まあ景気が一応悪いとはね、あれなんですけど、まあお年寄りこの値上げでね、ひいひい言ってて、 えー、使わなくなってるんでね、余計潰れるんですよ。悪循環に入っちゃってます。だからといってね、お年寄りがネットスーパー使えるかっていうと、まあそうでもないということですね。まあ使えるお年寄りはいっぱいいると思うんですけど、まあ男の方とかね、会社に勤めてた方は多少はパソコンできると思うんですけど、 まあ、そういう方もね、えー、まあ、都市部でもい、まあ、お年寄りは結構使えてない方が多いみたいですね。まあ、いろいろな事情が重なって、買い物難民が、と、なぜか都市部で増えていると。はい。まあ、田舎行けば田舎行ったでね、不便なのは不便なんですけど、 わかりますよね、えー。私、まあ、那覇、那覇の地方都市に住んでますけど、まあ、あまあ、近所のスーパーまで最低でも歩いて10分くらいかかりますからね。<laughs> はい、えー。なんで、やっぱりね、いろんなこと考えるとね、えー、まあ、都市部に住んでらっしゃったお年寄りはきついかなとは思います。はい。えー、今、そうやってね、まあ、景気も悪いんでね、えー 潰れてるじゃないですか、スーパーとかがね。景気が悪いっていうか、物が高すぎて買えないっていうのが正直なんでしょうね。正直なところでしょうね。はい。で、買い物難民が、あいろんなところに、まあ、続出しているというかね、なんというか、はい。これもなんかね、えー、まあ考えてない、はい。 えー、悪い癖ですよね、日本人の。はい。考えない。はい。えー、考えないというね、これがね、良、えー、くないんだろうなと思います。はい。えー、まあ、そんなところでね、えーまあ、都市部であれあ、あるんだけど、買い物難民、難民がね、めちゃくちゃ増えてますよっていうニュースがございました。本当にこういうの見ると考えさせられますよね。 はい。でもね、うちはね、うちはそんなことないからいいの関係ないのって言ってる方、あの、人の振り見て、我が振り直せっていう、あの、言葉がありますからね、日本語には。素晴らしいですね。こういったね、素晴らしいことざがあるんですけど、ええー、まあ、全く認識されてない方が多いということでございます。はい。でもって、 つめのニュースです。これね、やっぱり来たなと思いました。この前ね、この前、あの、ネギですね、えー、京都の農家さんで苦情ネギがね、はい、苦情ネギが、九条ネギかな、はい、が、盗まれたと、すごい数ね。 まあ、私はね、はるあの、玄米のことといいね。これ絶対ね、近所の人だよっていうふうに言ってたでしょどうやら、本当に近所の農家だったみたいです。犯人は農家です。 わかりますだからね、何でもね、海外の人たちが歩いてるから、その人たちが、ああ、取っていったんじゃないか、とか言う方あ、ちょっと考え改めた方がいいです。本当に日本人劣化してます。はい。えだって近所に住んでなければね、えそんな四六時中ね、えー、外国の方がそこに住んでいるのでは、でないんだったら、見るわけないじゃないですか。 どうやら犯人は近所の農家だったみたいです。で、同じようなネギを作っている農家でした。日本人です。どう思いますこの劣化。すっごい劣化してますよね、日本人。犯人は 犯人は近所の農家なんですよ。しかも同じ野菜を作ってるんですよ。いやー、すごいですね。とうとう、ここまで来たか、日本って感じです。はい。昔、こんなんじゃありませんでしたよね、と。はい。多分ね、あの、変な話なんですけど、あの、玄米ね、盗んだ。 方も多分ね、近所の農家だと思いますよ。はあ、もうほんとね、えー、呆れてものが言えません、私。農家同士で盗み合い。まあ一時期ね、肥料が高い時にそういう話ありましたよね。 和水産から肥料が入ってこなくなって、一時期めちゃくちゃね、肥料が、あまあ畑にまく肥料とかが値上がりしてね、高騰して、えー、まあ、やっていけないってなったのがね、肥料を盗まれたりとかね、近所の農家さんから。そういうことありましたよね。あれと同じことが今また起こってます。今度は肥料じゃなくて農作物が、 盗まれてます。ねえ、同じ農家なんですよ。作った人の苦労が分かってるはずなんですよ。はい。そういうことでございます。いい加減にね、外国人がやったんだっていうのはやめた方がいいですね。日本人が劣化しちゃってるんです。はい。 日本人が劣化しちゃってるんですよ。外国の方がやったとしてもね、まあ、なんていうのかね、よっぽど近所に住んでて、四六時中監視してるようじゃないと、まあ、こういったね、えー、あの、なんていうのかな、農作物ですよね。農作物をね、まあ、倉庫に詰めたものを取るみたいなことは、だっていつ詰めたかわかんないじゃないですか。で、鍵がかかってるかもしれないじゃないですか。それがね、 えー、なんていうのかな。そういうことを監視できる距離にいるということですよ、犯人が。もうこれね、ねわかるでしょ言いたいことね。まあ、そういうことなんですよ。だから、本当にね、我々日本人として反省しないといけないところは、きちんと反省しないといけません。はい。 反省しないといけないところはきちんと反省しないといけないんですよ。これ昔の人はできてたんですよ。ちゃんとこういうことが。何なんでしょうかね。本当に今、今こんなになっちゃって。なんか戦後の混乱期みたいな感じになっちゃってますよね。あの闇市とかね、開いてたあの戦後の混乱期ですよ。ね。 あれと同じ感じになってきてますよね。だん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 北斗の剣の時代になってます。これね、もう、もう、なんとも言えないんですけど、ええー、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。本当倫理観とか道徳観とか理性とか、ああ、ねえ、わかりますそういうものが失われていってるんですよ。 はい。だからなんでしょうね。日本が、あの、親切度ランキングですね。見知らない人に親切にしてあげられるかっていうランキングで最低なんですよ。はい。まあ、落ちたもんですね。前はね、下にい,ないくつかあったんですよ。いたんですよ。はい。 えまあ本当一番下まで落ちちゃってるんでね。こういうのを考えるとね、もう本当本当もうね、なんか悲しくなりますね。悲しくなります。まあ一人一人がよくよく考えてね、考えて人間的に生きるということです。はい。それは欲望のままにね、 行動するとかそういうことではありません。もう、なんて言ったらいいんでしょうね。本当に、まあ理性ですよね。理性を働かせるということです。はい。理性がないと他人を思いやることもできません。はい。そういうことでございます。もう本当ね、あの、おかしな時代にどんどんとなってきているよということでございます。 はい。農家の農作物の泥棒は近所の農家でしたというオチです。皆さんどう思われますかこれ。はい。もう外国人のせいにしな、するのはやめて、えー、日本を一度ね、きちんと、まあ、見直してみる。はい。反省してみる。 それがあ生き方としてね、必要なことなんじゃないかなって思いますよ。はい。このままでいったら、まあ大変なことになるでしょうね。そういうことでございます。えー、まあね、三ついろいろ話題言いましたけど、やっぱりね、まあ一番最初の話題が本当にきついと思いますよ。でもって、今後ね、はい。 これも言い忘れてたことなんですけど、今後輸出に限っては増やしていくそうです。はい。お米の輸出増やしていくそうですよ、皆さん。まあね、えー、なんだろう。なんて言ったらいいのかわかんないんですけど、えー、そんなにね、そんなに遠くない未来。はい。そんなに遠くない未来ですね。近い未来には、 多分ね、えー、日本でお米を消費する人も、世界でお米を消費する人も、まあ世界中いろんなね、食べ物を消費する人自体がかなり減っていくと思,い思われます。はい。えー、原因は、まあ自業自得ですね。はい。原因は自業自得です。えー、まあ減っていくんですよ。なんで、えー、将来的にはね、 食糧危機っていうのはあ、安定して起こらなくなってくるだろうなと思ってます。過渡期の過渡期ですね。はい、えー。その過渡期にあるその一部区間で、一部時間帯でね。はい、えー。一部、なんて言ったらいいんでしょうね。歴史の一部分でそういうことが起きてくるということでございます。 はい。まあ、よく考えましょうね、本当に。まあ、備蓄がまだの方はいないとは思うんですけど、まあ、自分で足りないなと思ったら、まあ、なんていうのかな、今お米大変なんで、まあ、代わりにね、麺類とか、あ小麦粉とかねえ、代わりのものを備蓄しておいてください。まあ、本当生産者自体も本当に少なくなっていきますんで、今後ね。まあ、消費する人もかなり減るとは思うんですけど、 えー、まあそういうことです。まあ消費者高齢化ですからね、ぶっちゃけ言っちゃうとね、はい、こういうことにしておきましょう。はい。えー、まあそういうことです。えー、なんでね、えー、皆さんもこのことはね、えー、きちんとお理解しておきましょうね。そうじゃないと今後本当、えー、苦労するはめになってしまいます。この点でね。はい。 えー、お米の点でございますね。この点お米っていうかね。まあ他の農産物もそうですけど、食べ物のことでね。まあ基本なんで、人間はね、この食べ物がね。なんで、よく考えて行動しましょう。そしてね、いつの時も、はい、農家が農産物を盗むなんてことがないように、えー、変な話なんですけどね。えー、理性を失わずに、人間らしく、脳みそを使っていきましょうね。 はい。そういうことでございます。ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。こちら3つの記事、概要欄の方に貼っておきますので、皆さん見に行ってください。えー、いつでも我々、人として生き,生きるようにしましょう。我々は獣ではございません。ということで、話をまとめさせていただきました。それでは皆さんまた。 ごきげんよう、沖縄おばばでございました。どうですか見てたね